じゃあまずご自身のお名前お願いします。村上、純也です。パワーみたいなのすごい感じる。なんかこう夜市とか、それこそ初めて行くけど、なんか日本の祭りっていうのも結構活気があったりするけど、なんかもっとこう、うわーっていう、すごいエネルギーがもううわーってなってて、9月行った時はなんかそのどれくらいのまあ人が入るかとか、あとそのどういう感じで見に来てくれるかとか、結構始まる直前まで本当に俺は不安だったし、なんかこうオープニングの映像が流れて、音楽が流れて、で入っていった時にすごい歓声をもらえて、本当に感動。DV 撮影の日です。なんで今日こんな格好させられてるんですか？あ、これはもうまた後で、後お楽しみ。多分内容全然把握してないと思うんですけど、就活始めるって。就活も始めます。転職活動ね。アイドルやめるんですか？はい、もうアイドルやめて。転職活動やる。そうです。そうです違うんです。はい、もう主役としてあざっす、やっていただければと。あ、まあ、キャラクターを言えば職場では逆だけど、昨日も1週間イエスしてきた。そうだ、あげあげ、イエスマン。そう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 、イエスマン。まあ台湾で言うとハオっていうことなんですかね。ハオって何でもオッケーオッケーって言っちゃうような、あの日本の美徳だと思ってるので、断らず、要は自分よりも他人を優先するっていうの、もうコロコロ誰でもやってください。ヤス行ってきまーす。だから僕はイエスマンっていうのをちょっと押したいなと。確かに悪い意味で使われることが多いですけど、今日はイエスマンのいいところをちゃんと映し出せればいいなと思ってます。みんながイエスになっていきます。すごい。イエスマン。雨が少し降ってきました。イエスマン。台湾には行かないっていう。行きたいです。なんかアドバイスとかあります？いや、もうそんなもう先輩ですね。いや。台湾の皆さん、本当にお手柔らかにお願いいたします。どうですか、村上さんが主役ってもらって。いや、でもまあ、二人でやってきた部分もあるんで、まあ、彼がガツンと見せてくれることで僕もちょっと刺激になるっていうところがあるんで、まあ、自分を戒めるためにも追い込むためにも今日は主役を待つという感じです。暑いんですね、やっぱり基本暑苦し、なんか暑苦しいんでね。自分がお芝居やるときは三原を役者として呼ぶし、なんかいつからか三原さんがなんかやるときにはなんかこう自分を呼んでくれるようにだよな。すいません。新人訓練だよ。そういう人っていないから、そうと近い距離感で何か一緒にやる。それもこんだけ長い期間っていうのはいないから。なんで一緒にこんなずっとやってんだろうな。人生のパン屋。パン屋。パン屋。好朋友。好朋友。今日の撮影はどうですかね。戦いです。どういう戦いなんですか。体力と。そうですね。今日汗結構かいてますよね。めっちゃ暑いっす今。
イエスダンイエスダンイエスダン。だから今こんだけね、たくさんの人に見てもらって、で、大きい舞台をできるっていうような、こんなことになるとはとても思わなかったから、やっぱ三原やっぱすごいなっていうのは思うね。感謝ですね。なんかじゃあ、三原さんにちょっと不満とかあったりします？俺、三原に不満って本当に一切ないんだよ。俺一切ないな。三原さんは俺にきっといろんな不安があると思うんですよ。インスタでね、上げてるんですよ、変顔を、ね、最近ちょっと過去の写真に頼るようになってきやがって、ちょっとそれはどうかなって、ちょっとファンの方怒っていいですからね、ちょっとあまりにもこの前同じ顔してたじゃんみたいな、もう全然コメント書いちゃっていいんで、僕が許可するやってください。本当に本当に動画じゃ伝わらないこの自分たちのキャラクターとか、なんかそういうのをすごい見てほしいし、直接会って ありがとうって言いたい、みんなが来てくれて楽しめるように頑張っていきたいので、ぜひよろしくね、遊びに来てねって感じでね、はいです。ありがとうございました。ありがとう、本当にありがとうございました。